上松浩二のウィおもて主義。こちらは秘書の東平です。よろしくお願いします。さあ上松さん、はい、今日のテーマは、はい、婚活、ま、応援ありがとうございます。お願いします。お願いします、婚活パーティーで知り合いに会った。婚活パーティーに知り合いに会ったちょっとこっぱずかしい気がしたっていうことなんですね。まあでもそこはあのお互い同じ目的を持っていたんだな、ふふふっていうことでね、開き直っていいんじゃない。そもそも婚活パーティーに行ったこと自体がもう開き直り行為でしょ。違うの？そういうことですか。わからない。もう今時っちゃ今時なんですよね。まあ、そうですね。アプリも増えてますしね。まあでも一人でもいいって人が増えてるって聞きつつも、うん、やっぱり周りは結構っていうことはやっぱありますね。うん、実際一人でずっと暮らしている人も統計的にもすごく多いですもん ね。いやでも本当にね、変な人と一緒になるんだったらね、一人でいた方がいいと思いますよ。でなんかヒモールみたいなさ人だったら嫌じゃない。嫌だ嫌だ。でも結構ね、付き合ったら彼氏が仕事辞めたとか、うん、結婚したら仕事辞めたっていう人も結構いたんですよ。そうでしょう、はい、きちんと働いて生活の糧をこうねケアできないっていうのはペットと同じじゃない。だったら男じゃなくていいです。犬でも猫でも同じこと言い過ぎてます。ペットが飼いたいのか、あのボーイフレンドが欲しいのか、ご主人が欲しいのかっていうところはちゃんと考えとけば、あの流されることはないでしょう。なるほど。友達の話ですが、うん、アプリで体型をグラマーに登録した瞬間から、うん、いいねが止まらなくなった。あら、偽物のいいね。男性は女性性というものに強く吸い込まれる。どういう意味ではね、こうファッションやビューティーでも十分に女性性っていうのをアピールできるので、黒とかね、カーキとかね、着てる場合じゃないです。モテたいならピンクを着る。あ、ピンク。やっちまいましたね。普段は標準語を話すが、婚活ではあえて何々となどの九州弁を使う友人がいる。でもこの方、新しい彼氏ができたらしい。うん、すごい戦略家ですね。ちょっとあざといっていうの、そういうの。ね、まあだからこう女子には嫌われるよね。っていうことですよね。こういうふうに思われてしまっているから。本当ですよ。まあでもテクニック使うっていうのはね、あのいいんじゃないですか。あの洋服でいうところの、はい、あの木綿の服を着るみたいな感じでしょ。素朴さという意味で、うんうん、つきやすい親しみさでいくか、お互い女子でいくか。そうです、よくまとめました。初めて会った瞬間、この人知ってる、この人と結婚するんだと感じた。すごい。既婚。じゃあその人と結婚したんでしょうね。まあこれ自慢ですね。これは自慢です。年収縛りをしていたら6年経っても彼氏ができない。でも、はい、その方はですよ、はい、年収縛りをするぐらい、はい、年収、所得、うん、お金というものに執着がある方なんですよ、うん、そうですね。なのであのいいんですよ、できなくて。その代わり自分が稼ぎ続けるっていうリスクを負って。なんか今すごくかっこよかったですね。うん、いや、かっこいいですよ ね。いやでも本当の恋愛みたいなのはきっと、うん、そうやって縛りを作っていても、はい、この人全然違うのにっていう人と幸せになっちゃうみたいなところがね、うん、これ人生の恋愛の面白さなんだと思う。なるほど。なので縛っとく分には勝手に縛っといて、うんうん、そっかそっか、うん、SNS で知り合った人に詐欺られた。いや結構多いみたいですよ。例えば、うん、一緒にご飯に行ったら小池の前に逃げられたとか、うんまあ、そういうちっちゃいところから。いや、ちっちゃくない、すごい重要。それ女としての誇りはどうなるんですか。よかったって思うしかないかも。あ、お会計ぐらいでよかった。うーん、結婚なんてしちゃったら、しちゃったら大変ですよね。でも実際にアプリでペアーズとか、うん、お見合いとか、うん、知り合って結婚した友達は私よく見ます。そうよね、だからそれが今の世の中なんですよね。元彼に振られたショックをバネに2つ出会い系アプリに登録したら、すでに元彼がどちらにも登録していた。しかも相性 98%。 引かれてるね。ギュイーンって。元彼は引きずらない方がいいと思いますけど。そうでしょうね。
そうなんだよねでもその腹いせのなんか気持ちはね大事にした方がいい、うん、それをバネに綺麗になった方がいい、うん、見た目が綺麗な人は心も綺麗、おお、綺麗か綺麗じゃないかっていうのは、はい、あの個性なので、うん、全ての人に美しさはあるじゃないですか、はい、なのでその自分の個性を輝かせるっていうところが綺麗っていう意味合いですよね、うんはい、なるほど。婚活が終わった途端妊活疲れます。疲れるとか言いながらこの方もちょっと自慢入ってませんか。本当ですか。活が多すぎてこの世の中。いやそうですよ。それが生きてるってことです。生活って書くでしょ。はい、ねえ、そうです。生きる活じゃないですか。あの一生活ですよ。公務員限定婚活パーティーがあって張り切って行ったら消防士ばかりだった。いいじゃんこれいいですよね。いやいいです。ファイヤーファイターでしょ。かっこよくないですか。かっこいい。私ちょっと行ってみたいですもん。それ命がけでさみんな守ってくれてるんだよ。え、なんか嫌だって言ってるわけですか。なんかちょっとネガティブな感じですよね。なんか、うん、じゃあ何だったらよかったの。まあそしたら次からはちゃんと公務員一からげじゃなくてちゃんとこうね、あの細分化したものを見つけていくしかないんじゃないですか。本当ですね。まあでも世の中ね、その婚活とかね、はい、あのされてる方がいると思いますけれど、はい、あの人と比べて私はまだ行っていないから婚活しなきゃっていう、うん、人と比べての行動とか考えとかっていうのはね、ちょっとお休みして、うん、あの見つめ直した方がいいと思います。本当の意味を、しまよわないでください。次回はトレンドヘアです。よろしくお願いします。バイバーイ。ボーチャチャンネルではメイク、ファッション、ヘアなどお役立ちな美容動画がいっぱい。僕の動画もどんどん更新してますよ。チャンネル登録してね。